パソコンの画面にずらっと並ぶ高校生。体操に取り組んでいます。先生はというと、今月11日からオンライン授業が続く札幌日本大学高校。先生たちもパソコンに向かって開いて閉じて開いて閉じて。対面と比べると動ける範囲とか量っていうのはかなり制限されるので、今日の授業はラジオ体操と体作りのみでしたけれども、そこをどうやって普段に近づけるかっていうのがなんか非常に難しいところ。国語を担当する島田先生、61歳。教室に生徒は一人もいません。最初戸惑いましたけど、いろんなこうツールとかズームなんかも初めてだったし、音声が入ってない状態で喋ってるとかで、先生入ってませんとか、そういうのありましたよね、はい。パソコンの作業は少し苦手です。一本使いじゃなきゃ一本半ぐらいくらいで時代は変わってる、ついていけないみたいな生徒たちの方が進んでるっていう。ありがとうございます。対面授業を30年以上続けてきた島田先生、この状況に慣れてきたとは言いますが、寂しいですよ。やっぱ顔見てした方が聞いてくれてるのかなとか、どこまでこう反応してくれてるのかなっていうのを全て掴むのは、あと取り組み方とかもね、はっきり言ってこう自由じゃないけど分からないわけですよね。よし、じゃあ今日の授業を始めていきますね。一旦画面共有してスタートします。理科を担当する村山先生は自宅から授業を行っています。日大高校では感染対策として希望した先生は自宅から授業をすることができます。前回宿題にしていた、その皆さんのね、好きな科学の本を紹介しようってやつなんですけど、これちゃんと準備してきたかな。チャットで送ってみてください。元素生活、摩訶不思議な生き物たち、ろうそくの科学、古典的名著ですね。ただ自宅の回線状況が悪くなるとこんなトラブルも。これはなんか落ちたかもしれないですね。こういうトラブルが結構起こるのがちょっと。在宅での授業、生徒の反応は。先生もなんかお家にいたらリラックスできていいかなと思います。なんとなくなんか学校の雰囲気とはまた違う先生が見れたりします。職場の中で当然人と人の交流があるわけですから、そこが減らせるっていうところですね。一つのやり方として広がっていってほしいなと思いますね。